す。私は勇者のゆうちゃんだよ。王様に捕まって牢屋にぶち込まれてしまったよ。まあ、RPG の主人公は、牢屋に入ることも多いから仕方ない。こういう時は大体、隣の部屋とかに協力者がいるのがお決まりのパターン。脱獄して無実を証明せねば。何言ってやがる。王様。お前がわけのわからん爆発物を城に投げ込むからだろう。どう考えても有罪だろうが。ゆうちゃん法の威力を見たか。何度やってんだよ。こんにちは。武器屋の店主のフランです。来たか。なんで私呼ばれたんですか？お前はこのアホ勇者の保護者だろうが。さっさとこの頭のおかしい爆裂娘を連れて行け。そういうことだよ。どういうことなの？というわけで、今日はグレネードランチャーの解説をしていきます。おう、グレネードランチャー。先ほどはゆうちゃん砲で危うく王様の城を爆破しかけてしまったのさ。ゆうちゃん砲ってグレネードランチャーだったのね。ゆうちゃん号は発射の反動でコッパみじんになった。グレネードとは、簡単に言うと爆弾のことですね。戦闘では、グレネードを手で投げるか、ランチャーのような発射装置を使って飛ばすか、という使い方をします。手で投げるグレネードをハンドグレネード、手榴弾と言います。グレネードランチャーは、ランチャーを使って遠くまで飛ばすってことだね。グレネードには、フランス語で桜という意味があるそうです。形が桜に似ているので、そう呼ばれました。桜か、あまり馴染みがないけど、確かに、桜っぽい形をしている。しかし、グレネードは最初から戦闘用の爆弾を意味する言葉として使われているそうです。なるほどね。グレネードにも、いろんな種類があります。爆発の衝撃波で攻撃するもの、爆発時に破片を拡散して攻撃するもの、着弾点に炎を発生させる焼夷型、ガスや化学物質を撒き散らすものもあります。いろんな種類があるんだね。グレネードの歴史は古く、火薬が発明される前から使われていました。え、そうなの？ビザンツ帝国には、7世紀から8世紀頃には、ギリシア火という焼夷型のグレネードがありました。そうか、ギリシア火もグレネードになるわけか。火炎瓶みたいな、そんな感じのグレネードだね。中国では、11世紀の宋の時代から、黒色火薬を使った、新天雷というグレネードが使われています。なるほど、なかなか歴史が古いんだね。昔のグレネードは、手で投げたり、城壁の上から下に転がして使うのが一般的でした。しかし、手で投げるとどうしても近い距離にしか攻撃できません。マスケットや大砲が登場し、これらを使ってグレネードを遠くまで飛ばそうという発想が生まれるのは、自然の流れでした。ふむふむ、確かに、遠くまで爆弾を飛ばせたら強いよね。こういうところから、グレネードランチャーやライフルグレネードといった武器が登場します。今回は、中世から第一次大戦の頃までのグレネードランチャーについて解説していきます。最初のグレネードランチャーは、投石機やスリングを使って飛ばすようなものでした。スリングショットか。確かにそれなら手投げよりも遠くまで飛ばせそうだ。第一次大戦の塹壕戦でも、スリングショットのグレネードランチャーが実際に使われていました。クロスボウのようなものですね。こんな武器が20世紀にあったのか。16世紀以降、マスケットや大砲が登場し、投石機やクロスボウなどが廃れていきます。グレネードを重火器で飛ばそうという実験が進んでいくのです。ふむふむ。初期のグレネード発射装置としては、ハンドモーターがありました。ハンドモーターって何だろうか。モーターとは、迫撃砲のことです。ってことは、ハンドモーターって手持ち式の迫撃砲ってことか。迫撃砲ってなんだ。少し余談になりますが、迫撃砲について簡単に説明します。迫撃砲とは、局射砲のことです。撃ち出した弾丸が大きくカーブした放物線を描いて飛んでいき、落下地点を攻撃対象とする武器のことね。なるほど、そういう武器か。局射砲には、迫撃砲と急砲があります。日本語では、急砲と迫撃砲という区別があるのですが、英語では区別がなく、一緒くたにモーターと呼びます。そうなると、急砲と迫撃砲は何が違うの？大砲の砲身の長さが違います。ネット辞典のことバンクには、砲身長が13口径以下の迫撃砲を急砲と呼ぶ、と書かれています。他には、砲身長が20口径以下を急砲とする、という基準もあるようです。砲身長の口径って、この前の戦艦手砲の動画で学んだ気がするぞ。大砲の口径は、2つの意味があるんだよね。砲身の長さと穴の直径だ。そうね。以前、ヤマトやナガタの大砲で説明しました。急砲は、
短い方針を持つ局社法ということですね。短い大法か。例えばカール自走急法という局社法がありますが、これには迫撃法ではなく急法という言葉が当てられています。カール自走急法はバレル直径が60センチ、バレル長さは 4.2 メートルです。ですので7口径60センチ局射砲ということになりますね。6742でちょうど 4.2 メートルになるね。確かに2中口径以下で短い大砲だ。カール自走迫撃砲と呼ぶのはダメってことか。意味としては間違ってないと思うんですが、日本語では区別しています。英語では急砲の迫撃砲もモーターですし。ふーむ、ややこしいな。大砲の口径に関しては戦艦司法の動画でも説明しているので、興味のある方はご覧くださいませ。ではグレネードランチャーについての説明をしていきます。ハンドモーターでグレネードを撃ったということだ。ハンドモーターはこういうやつです。大きな口径のマスケットですね。ブランダーバスのような形が少し似ているね。実際ブランダーバスのようなショットガン的な使い方もしたそうです。このハンドモーターは史上初めての火薬を使った蛍光式グレネードランチャーです。歩兵でも持ち運びできるってわけだ。そうね。これはだいたい16世紀頃から使われました。ですので初期のものは火縄銃ということになります。ふむふむ。しかしこのハンドモーター、使用にはかなりの危険を伴う武器だったのです。惨敗ですか。そうなるわね。火縄銃の引き金を引いた瞬間にグレネードが爆発するという事故が多発しました。自爆武器ですか。この時代の爆弾は導火線に火をつけて爆発させる仕組みです。まず積み込んだグレネードに火をつけ、その後に火縄銃をセットして撃つみたいな、ちょっと面倒くさい構造です。火縄銃の発射に手こずったらそのままグレネードが爆発するじゃないですか。そうなのよ。もし火縄銃が不発だと、そのまま詰めたグレネードがドカンというわけです。危険すぎる。火縄銃を撃った時に発生する炎でグレネードに引火させる方法も考案されました。しかしこれも引き金を引いた瞬間にグレネード内部の火薬に引火してドカンでした。手の施しようがないですが。ですのでグレネードを専門とする敵弾兵は生き残るのが難しい兵科でした。なるほど。ハンドモーターを発明した人が試し撃ちで死亡する事故もあったようです。死者で死者になるとは、こいつは笑えない冗談だぜ。ハンドモーターは現存している数が少ないです。これはほとんどが暴発によって壊れたからだと言われています。ハンドモーターと並行し、17世紀から18世紀頃にライフルグレネードが登場します。ライフルグレネード、これもマスケットを使ったグレネードランチャーです。このライフルグレネードには2つの種類がありました。一つはカップタイプで、もう一つはロッドタイプです。カップタイプってのはハンドモーターと似たような感じだよね。ロッドタイプってのは棒を刺すってこと。棒付きのグレネードを銃口から刺し発射する仕組みですね。とてもシンプルだね。ロッドタイプは銃口に挿入するため銃身内部にダメージを与えてしまいます。なるほど、確かに痛みそう。いずれにしても導火線で引火するグレネードは信頼性が低く使いにくい部分がありました。しかしうまく使えば100メートル以上飛ばすことができたので効果は高かったのです。うまく使えれば確かに強そう。グレネードが安全に実用に耐えうる機能を獲得したのは19世紀を過ぎ、パーカッションキャップが発明されてからです。19世紀半ばのアメリカ南北戦争でケッチャムグレネードという武器が作られます。ケッチャム、北軍が使用したグレネードです。ダーツのような形をしており、必ず下向きに落ちるという特徴があります。矢の先にはパーカッションキャップがついており、地面に衝突した瞬間に爆発する仕組みです。今までのような導火線とは違うってわけだ。これは安全で使いやすそう。安全性は高かったのですが、先端をぶつけないと爆発しません。毛布などのクッションで起爆を避け敵に投げ返したそうです。なかなか難しいものだね。安全で効果の高いグレネードランチャーが登場するのは20世紀を過ぎてからになります。第一次大戦では塹壕戦が展開されました。敵対するドイツと連合軍はお互いに塹壕に潜んで長期間の睨み合いでした。この長期にわたる膠着状態はマシンガンの配備が強く影響しています。マシンガンが普及して塹壕から体を出すと蜂の巣にされてしまう戦いになったんだよね。そうね。部活に敵の陣地に攻め込むわけにもいきません。
お互いに攻めあぐね、どうやって攻略しようかと、いろんな武器が使われたのです。その中の一つに、グレネードランチャーがありました。放物線を描く局射砲なら、塹壕の中から安全に撃つことができ、敵の塹壕に放り込むことができるからです。こいつはすげえ。これは塹壕戦にうってつけの武器じゃないですか。そうなのよ。ドイツはいち早く、このことに気づいており、塹壕戦でグレネードランチャーを使用します。ミネンベルファーと呼ばれた武器で、迫撃砲のことです。ふむふむ。イギリスやフランスなどは、これを食らって大きなダメージを受けます。そこでドイツを真似して、局射砲を導入したわけですね。古来より、新しい武器や戦術を敵に見せることは、パクられるのが必然。イギリスやフランスは、最初、クロスボウや投石機などをランチャーとして使用しました。フランスのソートレルや、イギリスのウエストスプリングガン、リーチトレンチカタパルトなどです。火薬を使わずに発射するランチャーってことか。フランスのソートレルが使いやすかったらしく、イギリス軍もソートレルを使うようになります。旧時代の技術ですが、飛距離は140メートルから180メートルほど飛ばすことができたのです。そんなにか。その後、1915年には、イギリスでストークス迫撃砲や2インチ迫撃砲などが発明されました。そしてフランスでは、1916年、ビビアン・ビシエールというライフルグレネードが使用されます。ソートレルは廃れ、これらのランチャーが使われるようになりました。なるほど、イギリスやフランスも、すぐに迫撃砲を使い始めたんだね。第一次大戦では、高性能なグレネードが登場します。1915年、イギリスのウィリアム・ミルズという人が発明した、ミルズボムというグレネードです。ザ・手榴弾って感じのやつじゃないですか。これが手榴弾のスタンダードになりました。ピンを抜くと、バネの力でレバーが跳ね上がって、信管を叩き、7秒後に爆発するようになっています。これはイギリスの発明だったんだ。そうよ。ミルズボムが改良が加えられて、4秒後に爆発するようになりました。これもランチャーを使って、塹壕戦で使用されたのです。ふーむ、なるほど。映画などでは、口でピンを抜いたりしますが、実際は歯が折れそうなほど硬いそうです。そうなんだ。ドイツも高性能なグレネードを開発します。ミルズボムと同じ、1915年に登場した M15A 付きグレネードです。おう、棒型のグレネード。これもよく見かけるけど、ドイツの爆弾だったんだね。この写真は、1924年に登場した M24 という M15 の後継のグレネードです。柄の中の紐を引っ張ると、導火線に引火し、4.5 秒後に爆発します。紐で起爆するタイプなんだ。M15 は、スティックグレネードやポテトマッシャーと呼ばれていました。投げるときに遠心力が働くので、手投げではアドバンテージのある作りになっています。そういうことか。塹壕戦という特殊な環境下での戦闘が、新たな武器を生み出したのです。歴史を振り返ると、難敵を攻略しようとしたときに、新しい武器が発明されているよね。グレネードについては、また別の回で詳しくやれたらと思っています。今回はこの辺りで終わります。武器屋のお姉さん。さてと、城にもう一発撃ち込んでくるかな。また牢屋に入れられるわよ。そしてまた私が呼ばれるの？エンドレスエイトだよ。私が牢屋イベントをクリアするまで、永遠とループして終わらない世界。エンドレスエイトを一度も飛ばさずに全部見た私に、隙はないのよ。それよりも問題は、私が牢屋から脱出するまで、永遠とドラム缶を押さなきゃいけないってことだ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。